エミニーチャンネルさあ始まるよ。よし、こんにちは、エミニーこと松野です。福岡に来ました。イエーイ。あ、お仕事で福岡に来たんですけれども、ちょうど今空港に着いたところで、早速福岡食べ歩きを始めようと思います。イエイ。とりあえずね、あの空港から降りてもお腹ペコペコなんで、空港内にあるラーメン屋さんで豚骨ラーメン食べます。福岡といえば博多のラーメンということで食べることにします。ハッピー。はい、ここで食べようと思います。ラーメンうなりというお店で、一蘭とかしか知らないからさ、豚骨ラーメン楽しみです。ではラーメンが届くまでタイムスリップ、ピャン。いただきます。美味しそう、だって超美味しいね。はい、というわけでお疲れ様です。今ね、お仕事が終わりまして、夕方ぐらいなんですけれども、え、今日はね、クライアントさんがホテルのお部屋を取ってくださって、グランドハイアット博多みたいなすごいいいところに取ってくださったんですけれども、入るとほらこんな感じでドーンと大きいベッドがあり、住みよさそうなお部屋だし、でなんかさ、何このおしゃれバスタブ、なんかおしゃれなバスタブなんだけどっていう感じの、すごいなんかいい感じのホテル取ってもらってます。ありがとうございます。今からちょっと休んで早速何か食べに行こうと思うので、本格的に私の福岡食べ歩き旅がスタートです。キャビンゴー。はい、というわけで福岡飯2食目は水炊き長野さんというお店の水炊きです。これはすごい有名なお店と聞いてるから楽しみです。今ちょっとお仕事の方と一緒に来てます。しかし私は撮ります、動画を。美味しそう。美味しそうに見えないな、現状。見えますよ。見えますか。はい、この白濁したスープ、白濁したスープがね、スモークチキンですね。美味しそう。スモークチキン、こちらが鶏ガラです。わー、最高じゃないか。はい、いただきます。これは鶏ハムです。鶏ハムじゃない、なんだっけ、あ、スモークチキンです。うまっ。おせち料理の時に入ってるやつの美味しいやつの味がする。身も綺麗よ。ほら、サラダチキンよりもサラダチキンっぽい。うまっ。もぐもぐで鶏の水炊きのスープいただきました。あ、うまっ。優しい。性格いいんだろうなと思う。癖もないし、主張もしてこないし、本当に優しいだけ。でもさ、こう優しいだけのこと恋愛対象にならないんですよね。美味しい。というわけで水炊きです。美味しそうすぎる。酢醤油で頂戴いたします。いや、これのさ、正しい食べ方わからない。うまっ。もぐもぐじゃん。美味しい。唐揚げ来ました。めっちゃ美味しそう。もう最高の並びですね。鍋、唐揚げ。しかもケンタッキーみたいな匂いする、これ。最高。唐揚げ食べます。初めての唐揚げ。あ、うまっ。カリッカリッ。元祖唐揚げって感じする。たまらん。最高。おはようございます、エミニンこと松野です。というわけで福岡旅2日目です。お仕事も終わって今日は完全にフリーなので、太宰府に来ました。太宰府駅。ただ私はお風呂上がり、そのまま髪の毛を悩ませずに来たので髪の毛がボサボサです。太宰府駅です。わー、楽しみ。お腹すいた。あ、これ有名なやつだ、多分。なんか梅が、なんていうんだって、梅なんちゃら餅がすごい有名っていうのを福岡の方から教えてもらって、後で食べたいなと思う。とりあえずパッと見て回ろうかな。うわ、これめっちゃ美味しそう。明太茶漬け、美味しそう。食べたいけど、いきなりお茶漬け。これパパラ食べてた。パパラも食べてたやつ。これ、田中がちゃんとジンジン君も食べてたから、私もあれ食べたい。うん、食べたいけど。でも、お茶漬けは締めだよな。ちょっと待って、私はさ、食べ歩きという名のフルコースを堪能するタイプの女だから、やっぱいきなりダメ。そんなんいきなりダメだよ。だって、お茶漬けいきなりいっちゃったらもう米は締めじゃん。締めは米だし、米は締めじゃん。あ、これあれや、有名なスタバや。なんかほら、こういう、多分これ有名なスタバよ、これ。何これな、ここだけすっごい並んでる。あ、梅がき餅。ここはちょっと並んでるから、ここにしてみようかな、せっかくだし。ここだけなんかめっちゃ並んでるの。だからちょっととりあえずここの名物最初に食べようか。梅がえ餅。なんか今調べたんですけど、梅がえ餅は普通にあんこの入ったお餅みたいです。なんか梅の味とかはしないらしい。私勝手に梅の味するのかなと思ってたけど、梅の紋章みたいな、梅の型がついてるお餅らしいです。はい、というわけで完了しました。笹の屋っていうところ、梅がえ餅です。あっつ。待って、めっちゃ熱い。見えるかな？こんな感じで梅のマークが、梅のマークがこんな感じで入ってます。食べます。いただきます。うまっ。うーまっ。めっちゃ美味しい。あんこが結構ちゃんとみっちりと入ってて美味しい。しかもマジで焼きたての熱々。うん、良きです。やばい、でもお餅って結構たまるからさ、すぐお腹いっぱいになっちゃいそうだから、ちょっと早めに食べるわ。やっぱさっきのお茶漬け食べちゃおうかな。お茶漬けは締めだよね。でもやっぱお茶漬け食べたいもん。私お茶漬け食べる。うん、決めて。私
絶対にお茶漬け食べる。もう頭の中からお酒からお茶漬けが消えなくて、早くお茶漬け食べたいという気持ちしか今ないから、お茶漬け食べる。あたちお茶漬け食べる。これやばいよね、こんな観光地人いっぱいいる、こんな観光地人いっぱいいる中でお茶漬けとか出ちゃダメ。お茶漬け、お茶漬け、お茶漬け食べる。私お茶漬け。太宰府の皆さん怖がらせてごめんなさい。私は大丈夫です、元気です。というわけで今いただきました。めっちゃ美味しそう。明太茶漬け。めっちゃ美味しそうだよ。めっちゃ美味しそう。いただきます。というわけでいただきます。絶対美味しい。うわ、絶対美味しいよこれ。うわ。ごめん、全然美味しそうに撮れない。これが iPhone カメラの限界。ジョブズ。スティーブジョブズ。たまらん。めちゃくちゃ美味しい。秒で完食。マジで美味しかったさっきのお茶漬け。でこれからなんだけど、餅と米いっちゃったじゃん私。結構ペース配分間違えたよね普通に。エミリンチャンネルという食べ歩きにおいての特殊な訓練を受けたものでもちょっとテンション上がって行き過ぎちゃったよね。ここめっちゃいいやん。ちょっと見て、あまおうチーズケーキファクトリー。美味しそう。あまおうスムージー。あ、あまおうのチーズケーキ。そっか、あまおう福岡だもんね。これはちょっと飲みたい。あまおうスムージーです。イエーイ。まずうま、人工的な甘味料が入ってなく本当に素材の甘さだけで勝負しましたみたいな感じの甘おスムージーなんです。アイスも美味しい。アイスはね、いちごに合うようにかわかんないけどちょっと練乳っぽい味がする。この後どうしよう。まだ全然食べたいし食べれるけど、まあ、少しずつ少しずつお腹はいっぱいになってきてるけばなってきてるので。美味しい。美味しい。待って、またミルク的なやつ見つけちゃった。あまおういちごアイスバー。めっちゃ美味しそう。串わらび餅もめっちゃ美味しそう。あ、でも待って、その横にあるシャインマスカット団子も気になる。というわけで買いました、シャインマスカット団子1個600円。いただきます。いや、うまっ。めっちゃ美味しいよ。よく冷えたシャインマスカット。ただ多分シャインマスカット、シャインマスカット団子、シャインマスカットだから実質団子はここ、この白いやつ1個だけなんだよ。最後は団子とシャインマスカットを一気にいっちゃいます。せーの、うまっ。はい、というわけでお疲れ様ディアス。あれみたいな、どうしたの、エミリン太宰府にいたんじゃないのと思いだと思うんですけれども、あの後ですね、インスタの質問で視聴者の方にも福岡の美味しいお店とか聞いてみようと思ったら、あのなんかシンシンっていうところのラーメンが美味しいっていうのが一番多くて、せっかくだったら食べてみたいなと思って店舗調べたんだけど、太宰府にはどうやらなくて博多駅にあったので博多駅に来ました。イエーイ。というわけでラーメン屋さんまでタイムスリップピヨンピュッ。サンキューの鍵も無事に入れまして、メニューこんな感じです。美味しそう。ちゃんぽんもあるし、なんか焼き麺もあるし、チャーハンもある。まあでもここはね、やっぱり一番皆さんが言ってたこの新鮮ラーメンを頼もうと思います。楽しみ。はい、手袋届きました。めちゃくちゃ美味しそう。麺が冷めないように早く食べます。いただきます。めっちゃ美味しい。豚骨ラーメンは正直あんま得意じゃないかったけども、ここのラーメンなら食べれるのではないのに、豚骨なのにあっさりすっきりしてて食べやすい。これは美味しい。あー、美味しかった。めちゃくちゃお腹いっぱいになりました。ちょっとこっからお土産を見ていこうと思います。博多通りもんね、濃いな。お土産屋さんめっちゃ一挙集結してるタイプのお土産屋さんだ。さすが博多駅、新幹線が通るだけのことはあるわ。というわけでお土産とかもちょっといろいろ見たところで、福岡空港に向かいたいと思います。福岡空港でも何か美味しいものに巡り合えると信じて、福岡空港までタイムスリップ。はい、というわけで空港着きました。今からね、向かってるお店も視聴者の方が教えてくださったパン屋さんのカフェみたいなのが空港に入ってるっていうのを教えてもらっていきます。六花堂という食パン専門店のお店らしいです。はい、こんな感じでいろいろと売ってます。美味しそうで、なんかね、本来はカフェになってるみたいなんだけど、カフェがまさかの16時までで、今3時50分なんですよ。でもう終わっちゃってました。カフェでパン食べながら飲みたかったけど、まあそれはしょうがないので食パン買って帰ろうかな。でも食パン結構多いよね、量。こんなに食べれるかな。もうめちゃくちゃ悩んだんですけど、やっぱりちょっと飛行機でこれから帰るので食パンを潰さないようにしっかりと持って帰る自信がなかったので今回は諦めました。次福岡に来た時は絶対に買おうと思います。もう一個なんかおすすめしてくれたやつがあって、それがなんかクロワッサンのお店なんだけど、それも空港内にあるらしくって、そこに行ってみようかなと思うけど疲れちゃった。はい、というわけで多分見つけました。こちらリスナーの方が教えてくださったクロワッサン屋さんですね。三日月さんというところで天然酵母のクロワッサンのいろんな味のやつが売ってるみたいです。はい、無事完了しました。この三日月屋さんのクロワッサン教えてくれてありがとう。みんな本当にありがとう。おかげですごい楽しめてます。ありがとうございます。ペコリ。
どうしよう、もうちょっとなら食べれるけど、何食べよう、なんでまだ食べれる気なのってなるよね、みんな怖いよね、ごめん、でも食べれるんです私地方に来るとなんか胃袋開くというか、なんかその食べるっていうモードに脳と胃袋が切り替わるので結構無限に食べれちゃうんですよね。無限に食べれてしまうのだ、平気。というわけで福岡での最後の食事になります。あ、待って、やってない、やってない、なんかうどんが有名な店らしいんだけど、やってない、待って、悲しい、やってない、あ、やってない、やってないピアン、やってないピアンじゃん。はい、というわけで最後飛行機に乗る前にもうちょっとだけ時間があったので空港内の大変失礼しました、空港内のお店に入ってきました。竹の屋というお店です。最後にかき氷食べて帰ります。福岡県産のいちごのシロップがかかったかき氷を頼みました。はい、今回いただきました。なんかさ、すごいめっちゃ美味しそうなんだけど、普通の本当にあの赤のシロップのかき氷来ると思ってたから、なんか想像と全然違って嬉しい。ありがとうございます、いただきます。いただきます。これがラスト福岡飯でした。私もありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。うまっ。